女子ゴルフの海外メジャー今季第4戦、エビアン選手権は14日、フランスエビアンリゾート GC、6527ヤード、パー71で最終ラウンド、R が行われ、1打差の2位タイで出た古江彩佳。富士通が通算19アンダーで樋口久子、渋野日向子、笹生優花に次ぐ日本勢4人目の海外メジャー制覇の快挙を達成した。ウイニングパットの際にはある日本語が響き、とてもいい、といった声が上がっている。動画、ウイニングパットの瞬間に響いた短い日本語が、とてもいい、古江彩佳が優勝を決めた実際の映像。日本のゴルフファンの気持ちを代弁するかのような一言だった。古江も含めて3人が首位で並んだ最終18番パー5。古江は果敢に2オンに挑戦し、ギリギリで池越えさせてグリーンに乗せた。西村優菜、西郷真央、勝南、山下美夢荒が見守る中、ウィニングパットを沈めてイーグル。右拳を突き上げ、涙を拭った。プレー中は静寂が続いたが、ボールがカップに近づいた瞬間には複数の入れ。という声が響き渡っていた。深夜に見ていた日本のゴルフファンが一斉に叫んだであろう短い日本語は、中継でもはっきり聞こえた。X 上の日本人ファンも、ウイニングパット、入れ。って声が入ってるのとてもいい、3メートルの2オンし見事なパットで、入れ、の言葉も聞かれ終了後は仲間がシャンパンシャワーを浴びせて祝福され女子メジャーは今季笹生選手に続く2勝目と女子は強い、などと反応していた。古江は13番を終えた時点で3打差をつけられたが、そこから猛チャージを見せた。14、15番でロングパットを連続でねじ込むと、16番も含めて3連続バーディー。